こういう感じで。いつ頃からですか。そうなんです。この下、4時今後ワクチンを打ってからっていう。そうでしょ。影響があったのか、自分では関係があるんじゃないかなと思うんですけど。いや、もう間違いなくそうですよね。いろいろ頑張ってたら、漢方薬の先生や、そのなんかいろんな療法の先生が、ワクチンは絶対関係してるんじゃないかって思います。治す方法ばっかり探していて。そのままただ良くなりたいということで、ここに来たという、もうそれがもう違ってますよね。それじゃあ、なかなか良くならないと思いますよ。ただ良くしようということで、その取り組んでも良くならないですよ。原因と治療法だから、原因を追求する自分の方にそれが準備がないと、治療法っていうのは原因があった上でしかやらないから、だから治療法だけを身につけても原因が頭に入ってないから、その治療法は何のためにやるかということでやらなきゃいけないわけだから、だからそれがないとただおっしゃったことやったって届かないですよ。だから良くなりたいっていう人っていうのはほとんど良くならないです。そうじゃなくて、もっと自分に関心を持って、なんでそうなったのかっていう、そこが大事なんですよ。そういうことは教えないわけね。日本ではいろんな問題が起こった場合に、その解決法とか、その問題、解消療法しか教えない。だから日本の政治もそう、経済もそう、全部対処療法。なんでそうなったのか、どうしてそうしなきゃいけないのか、理由、目的がないんですよ。ただ結果的に悪いから良くするために、だから一緒に立ったって日本は良くならない。教育であろうが医療であろうがもう一緒なんですよ。そういう国でやってるから、国民も全部そういう考え方を持つわけね。それで良くなるんだったら苦労しない。そうじゃなくて原因です。その前に原因があって、じゃあ良くするという目的、何で良くなりたいのかがなくて、治療法だけ勉強して、その治療は一体誰のものなのか、今いろんなものをこう持ってきてたでしょ。みんなそれは買ったわけですよ。スーパーとか店でね。で、作る方はだから売りたいから、いろんな人に売りたいからで作ったんであって、でそれで影響を受けない人もいれば影響を受ける人もいるんですよ。影響を受ける人は、まあ、言えば、ああ残念ね、作ってる方からするのはそうですよ。ただそれだけでおしまい。影響を受けない人は、だから影響を受けないでしょ。で、影響を受けた人は、ああ残念ね、でも問題は何もなしわけですよ。それは重篤な問題を持っていく人もいるわけですよ。それは残念ねの一言、それを訴えられて、じゃあ会社がおかしくなるかということはないんですよ。その放射能で問題があったとしても、親が死んだとしても、自分の奥さんが、旦那が死んだとしても、お金で買収でしょ。買収ですよ。だから外には出さないようにと。出したらあんたどうなるか分からないよと脅かして、あとお金出して、そしてそこからどっかに引っ越しさせるということで、そうしたら全然いなくなっちゃったわけでしょ。情報が一切漏れない。親が死のうが、連れ合いが死のうが、お金と、あと口封じがあれば忘れちゃいますよ。っていうもんですよ。だから問題解決はどこにもないですよ。それが自分の子供、自分と一緒に住んでる子供がそうであれば、じゃあ対処療法で良くなればいい。みんながそう考える。だから問題が一番立っても解決しないわけに。原因が分かれば、これは悪いんだと言って発信すればいいわけだから。うちの子はそれを接触することでこうなりました。でどんどん発信すれば、あやっぱりやめようと思う人が増えるんだからっていう責任があるんですよ。っていうのは持たないで、ただ良くしたいとっていう人に良くなることはないです。発想がそういう発想だから。病気症状は個人に起こるじゃなくて、これは国でやってるんです。国でやってるシステムだから、その中で悪くなったことだから、悪くなって当たり前のわけ。それを良くしたと思えば、国を変えないとっていう考え方がない限り良くなることはないんですよ。意識が低いと良くならないんですよ。だから今終わりからやってほしいと言われても、だから届かないんですよ。本人が自分でやる、それで意識持って自分の人生考え、いろいろ考え、もしいろいろ原因もあってそれも考え、自分はそれでやってるんだということを、本人がそれができるようになれば効果出てきますよ。でも本人がそれができない、親がやらなきゃいけない。親が本人ぐらいの意識を持ってるかというと不可能ですよ。なんて言ったって自分じゃないんだから。自分の子供であったとしても、親であったとしても、連れであったとしても、
本人じゃないから、本人であればそこまでの意識を持ってやることはあるかわからないけど、勉強して努力すればね。でも本人じゃない人間がやるとすると、ほとんどの場合に無理ですよ。親が意識がなければその効果は出ないんですよ。もう流れやってきても分かるわけ、ね、意識ですよね。だから人の役に立つことをしたい、求めることに対して答えてあげたい。やりがい、生きがい、人の気分、そのプロで、それを世界で